わりはここ美濃から南に下ったとこにある織田家の国だ。当主は信長様、最近勢力を伸ばしている新鋭の若い大名らしい。しかしな、この信長様はうつけだって噂もある。まあ、どっちにしろ道山様が娘を預けるほどの男だ。物おじしても始まらん。行こう秀之進。美濃より落ち延びてまいりました商人の藤吉郎と申します。隣は仲間の秀野、あ、秀千代。この度は拝謁をお許しください。誠に恐悦にございます。うぬは半妖か。よく顔を見せよ。うん、初めて見る光じゃ面白い。お主ら二人、今日からこの信長の客となれ。お分かり感謝いたします。おい、うん、知って父の最後はいかようであった。マムシらしゅう毒をまき散らし立派に行かれたのであろうな。この信長に命を預けよ。狙うは敵の大将義元の首。続け。敵か。何、痛い奴は前に出ろ。槍のまたさが相手だ。織田について早々でかい戦が始まるとは。手柄を。Thank you.
この山を越えりゃ、あやかしが救う。お前も死にて。この山を越えりゃ、今川の本陣の地下。あやかし、お前も死にたくん。この山を越え、あ、お。この山奥、あやかしが救ってていけそうにねえ。お前も死にたく。この山を越え、あやかしがす、お、なんだ、どいてほしいのか。おいおい、どうしたんだ。なんだ、どいてほしいのか。なんだ、どいてほしいのか。なんだ、どいてほしいのか。なんだ、どいてほしい。この山奥、はい、お。なんだ、どいてほしいのか。この山を越えりゃ今が、あや、お。なんだ、どいてほしいのか。おいおい、どうしたんだ。
なんだ、どいてほしいのか。なんだお前、どけってのか。人がす、
なんだこのまま。やめろ、来るな。
どうせ死ぬならまた今川に挑んだ方がマシだったか。
Thank you.